安田さん、テーマの発表をお願いいたします。はい、こちらです。土人発言への対応。先月、沖縄の米軍施設建設現場付近で機動隊員が抗議活動をしている人に対し土人と叫んだことを鶴保沖縄北方担当大臣が差別と判断できないと述べたことについて、政府は鶴保大臣の訂正や謝罪は不要とする答弁書を決定しました。その理由として土人という言葉が差別用語であるか否かの前に、鶴保大臣は機動隊員の行為自体を許すまじきこと、県民の感情を傷つけたという事実があるならば襟を正していかなければならないとの趣旨を発言したことを挙げています。まあ、鶴保さん自身いろいろ問題があるなっていう大臣、今それどころじゃないかもしれませんけどね。いろんな問題がありましたね。はい、さあ沖縄に取材も行かれて戻ってこられたばかりですが、もちろん沖縄現地ではこの土人発言、もちろん皆さん怒っているわけです、なぜ怒っているかというと、これ単に土人という言葉そのものが非常に下劣な言葉であるというものではなくて、沖縄の歴史的文脈を考えたときにやはり許されない言葉である、実際に沖縄は土人扱いされた歴史的記憶があるわけです。1903年の人類館事件などにおきましては、日本においては例えばアイヌ人と並べられて土人と称されたことがあった、それから例えば、米軍占領下におきましてはやはり初期の頃は、沖縄県民がやはり、英語のスラングでいうところのグック、つまり、土人を意味する言葉ですね、そうした言葉で地元住民が蔑まれた記憶をやはり持っているということ、これが、差別でなければ何だということなのか、これは相手を侮蔑し蔑み、そして差別と偏見を広める言葉であって、この実際の発言の主である機動隊員に、どんな意識があったかそれは分からない、分からないんだけども、そうした発言が出てしまった以上、これ例えば行政があるいは沖縄担当大臣が言うべきことはそれをきちんと批判し諌め、そしてそういった言葉は使ってはいけないのだということ、なぜいけないのかということをきちんと説明する義務があると思っているわけですね。これ鶴保さんだけではなくて、例えばこの機動隊を派遣した一つ大阪府警に関して言いますと、大阪府警の、いわば派遣した大阪府松井一郎知事です。松井一郎知事も、不適切であるとはしましたけども、一方で一生懸命やってるんだからご苦労様ってことをツイートしただけではなくて、囲みの会見でもってこういったことを言ったわけですね。売り言葉に買い言葉であると、混乱を持ち込んだのは一体どちらなのかといって、いかにも機動隊員を擁護するような物言いをした、混乱を持ち込んだのはどちらなのか、それは国に決まってるだろうと僕は思うわけです。沖縄問題という言い方を僕自身があまり好きでないのは、沖縄に何か問題があるかのような物言いだから、実際沖縄というのは常に問題が持ち込まれ、混乱が持ち込まれ、そしてさまざまな犠牲を強いているのは誰なのかということが明確になされないことが私は問題だと思っているわけです。そこでいわば行政のトップがそうした物言いをするのはやっぱり僕は断じて許されないと思ってる。実は土人発言があったの10月の19日です、その3日後の10月22日にですね、大阪府内の門真市というところがありますけども、その門真市内の公衆トイレでもって落書きが発見されてるんです。これトイレの個室内でどんな落書きがされてたかというと、大阪府公認と書かれた上で、土人朝鮮人、それからさらに被差別部落民を誹謗中傷するような言葉が並べられて、さらにシナ人とも書いてあった、でそれに大きな括弧でくくられポアと書かれたんです。ポア思い出しますね、オウム真理教が使っていた、つまりこれらを抹殺するとも読めるような言葉であり、で同時に大阪府公認と書かれてあった、おそらく面白半分に書いただけなんでしょうけども、この落書きの意図するところはいわば大阪府が認めたんだということをですね、なんとなく落書きで走り書きしてあるわけですよね。そういった知事の言葉なども受けて、ほら機動隊員に寄り添う方だっているじゃないかと、それ知事が言ってるじゃないかと。そうです、もちろん知事である松井さんがそれを煽ったかどうかっていろいろ議論はあるところでしょうけども、しかしそこに影響を受けたであろうことは間違いがない。今年6月にヘイトスピーチ対策法、解消法と私呼んでますけども、これが施行されました。ヘイトスピーチにおきましては、これ大事なのは、これ罰則ない理念法ではあるんだけれども、一番大事なのは地方公共団体だったり、公務員であったり、こうした差別の解消に努めなければなりません、先頭に立って差別の解消に向けて取り組まなければなりませんという責務がそこに設けられている、つまり行政のトップは差別が、つまり不当な差別的言動が起きないように、
努めなければならない、起きてしまったらきちんとそれを対処しなければならない、これが、ヘイトスピーチ解消法の理念であるわけです。全くこの理念に反しているわけですよ。そうですね、不当な差別的言動があるときに、国がすべきことは何なのか、そして地方公共団体がすべきことは何なのか、きちんと叱ることです。二度とこういうことが起きないように教育をすること、啓蒙すること、何らかの対策を立てること、これを放棄してしまったら、やはり不当で差別的言動をいさめるための、そしてこれをなくすための法律ができたことが全て無に帰してしまう。そうですね、その辺が非常に私気になって仕方がないというか、半分憤りも感じているわけですね。実際に僕沖縄の元知事の太田さんに、はい、去年お話を伺った時に、まさに戦前戦中戦後の沖縄の在り方について伺った中で、やっぱり印象的だったのは、まさに琉球から沖縄県に、武力を背景に、日本の本土と共に歩むんだということになりましたが、本土から派遣されるその役人が、早く大和になりなさいと、君たちは、というような、もうかなりの上から目線で、やっぱり一方的な武力恫喝されてきたということですね。ですから今沖縄県が発しているのは、沖縄県民の多くの人々が発している問いかけっていうのは非常にシンプルなものになんですよ。要は何が言いたいかというと、沖縄に基地が多すぎませんか、要はそれだけなわけです。国土のわずか 0.6% しかない沖縄に、全国の 74% の米軍専用施設が集中している、これ 不均衡でしょ、不平等でしょ、非対照的な関係の中にありますよね、ってことを言いたいわけですね。そうしたことをきちんと踏まえた上で、基地問題も論じるべきじゃないかと思います。やっぱりきちんと向き合って対話すべきだと思いますよ、日本政府もね。ありがとうございました。